バンバラ豆は、ササゲ属の植物の一種。西アフリカ原産で、落花生のように地中に豆をつける。英名には、バンバラグラウンドとなっト、バンバラビーン、コンゴングバー、グラウンド、ビーン、ホグ、ピーナット、アースピー、ジュゴビーンズなどがある。バンバラ語では、ティガニングルン、チガニンクルンと呼ばれ、少し硬い落花生を意味する。マダガスカル語では、ボエンジャベリーと呼ばれ、これは、 マ丸い落下星を意味する。スワヒリ語では、ジェクーモ、ザンビアでは、ニー、カトヨ、アンウィーラ、シャンガーンヒトには、ティンドラウィと呼ばれる。ハウサ語では、ガージアやカリュール、ナイジェリア北部高地のアンクエイ語では、クワム、カヌリ語では、ガンラ、ショナ語では、ナイーモ、デベレ語では、インドラブー、イボ語では、オークパ、ヨルバ語では、イーピーエクタ、ガゴでは、オクワイ、ロジ語では、 リトと呼ばれる。マレー語ではカツングポイと呼ばれるが、これはマレー半島南部で食される料理カツングプールとは異なる。インドネシアではボゴールで栽培されているためカツングボゴールと呼ばれる。理想的な環境下で生活感の完了には120から150日かかる。植えてから40、60日で閉鎖げをつけ、自家受粉する。受粉から30日でサヤが成熟。 その後55日で種子も成熟する。30日ごとに新たな花をつける。収穫される豆栽培される姿種子。MHNT 西アフリカ原産。サブサハラアフリカの熱帯域で栽培される。アフリカの半砂漠地帯においては3番目に重要な豆類である。高温に耐性があり他の豆類が生育しないような土壌でも栽培可能である。 わずかな土のみでも生育し、栄養価も高く、65%が炭水化物、18%がタンパク質である。これらの理由から、降水量が乏しい、または不安定な地域でも収穫が完全に失敗するリスクを抑えることができる。タンパク質が豊富であることは、動物性タンパクを得られない、アフリカの貧しい人々にとって重要であることも意味している。 このような利点にもかかわらず、ベニンなどの国では未だマイナーな作物の地位にある。種子は、タンパク質が豊富で、食用や飲料に用いられるだけでなく、消化器系の薬として利用されることもある。窒素固定を行うため、緑皮としても利用できる。西アフリカでは、塩を振っていることで軽食として、食べたり、他の豆同様に茹でて、食べたりする。水分を保たない砂質の土壌が適する。 土の深さは50から100センチメートルで、肥沃でない方が良い。pH は5から6.5の範囲が適し、4.3以下や7以上では、生育に支障がある。最も栽培に適する緯度は20から30度で、寒気のある熱帯から熱帯が良い。温度は19摂氏30度で、摂氏16度以下、摂氏38度以上での栽培は難しい。干ばつには、 強い耐性があり、必要な年間降水量は最低で300ミリメートル、栽培に適するのは750-1400ミ、mm、リメートルで3000ミリメートルを超えると栽培は難しい。最初密度は6から29本平方メートルと幅があり、例えばコートジボワールのサバンナでは単位収量が最も多いが、ここでは25本マイメートル2の密度で植えられる。 探索も行われるが、モロコシキビトウモロコシ落花生やムキャッサバなどの観索作物としての利用が主であるため肥料が与えられることは少ない。収穫時には葉、種子が75、81の割合で畑から除去されているが、これを元素に換算すると9 2 5ラムの葉と1 0 0 0ラムの種子を収穫することで5 5 7ラムの窒素。 2 6 2ラムのカリウム、2 5 1キログラムの炭素、7 8キログラムのリン、6 6キログラムのマグネシウムを畑から除去していることになる。窒素は混流細菌を通じて大気中から自給できる豆類であるため肥料を与える。場合にはリンが最も重要となり、ナイジェリアのヨラでの研究ではご酸化二リンの形で6 0ラム、ヘクタール程度が最適だった。 全世界での生産量は1972年の29,800トンから2005年には79,155トンに増加しているが、栽培作物としての研究は未だ行われておらず、単位収量は伸びていない。病害はあまり重要な問題とはみなされていないが、次のような病原体が報告されている。他の病害中としては次のようなものがある。ありがとうございます。